第60回 NHK 紅白歌合戦は2009年12月31日に NHK ホールで行われた通算60回目の NHK 紅白歌合戦。2009年9月3日に NHK 会長福地茂雄の定例会見の席上で骨子が発表された。放送は国内向けにテレビが総合、BS2 部紙の3波、ラジオが第1の計4媒体。国外向けに NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本でいずれも19時15分23時45分に生放送された。双方向対応番組。前半、後半と分かれるが編成上では2部制は取られなかった。今回が60回目の節目にあたることから第58回に今回まで3年間の統一テーマと共通ロゴが制定されていたこともあり、早くから今回のテーマが決定した。観覧募集については、受信料を支払っている世帯の家族に限られた。すべて2009年。中間審査を含めた総得票数による審査の結果348,708対213,047で、白組が優勝し連勝記録を5に伸ばした。これで、白組32勝、赤組28勝となった。巨人軍の監督である原辰徳から優勝旗を授与された中井は、現役時代から原の大ファンであり、原さんからもらえるの？嬉しい。握手してください。と、ひたすら大感激していた。自らが持つ赤組司会の最多敗戦記録を一つ、更新する4敗目となった仲間に対し、中井が、申し訳ないと言ったが、仲間が勝ち負けじゃないですよねと返した。また、赤組歌手の和田明子からは、一回くらい勝たせてよとの声が出た。なお、ゲスト審査員の投票は7対3で、赤組が優勢。放送局順。当日歌う楽曲は12月20日に、放送局順は12月27日に正式発表された。歌手名が太字になっているものは初出場または返り咲き。初出場は赤組2組、白組6組の計8組で前回の13組から減少。返り咲きは赤組2組、白組4組の計6組で前回の4組から増加。選出不選出出場が内定したと日刊スポーツが報じていた井上陽水は、スケジュールの調整ができなかったことを理由に辞退した。スペシャルゲストとして出演した矢沢永吉については、当初はオファーを出しながら出演について回答が得られなかったとしていた。出場に意欲を示していたDAIGO率いるBREAKERZは前回に続き落選となったほか、出場が有力視されているとデイリースポーツが報じていたHilcrhymeスポーツ日本が発表当日の記事で出場と報じた西野カナ、八代亜紀も落選。また、夕刊フジはJUJUも落選したと報じた。滋賀県の地元民放局、琵琶湖放送とアニメ制作集団、藤井組らによるプロジェクトアミンチュ親父は、同県知事の加田幸子も巻き込み、NHK の取材も受けるなど、猛アピールするものの、出場には至らなかった。前回出場者で落選、出場辞退となったのは以下の通り。白組で入れ替えが目立った。赤組取りにDreams Come True、白組取り及び大取りに北島三郎が起用された。Dreams Come Trueは自身初の赤組取り担当では事前に赤組取りに内定していたが、リハーサルの段階で同ボーカルの吉田美和が緊張するとの理由で急遽辞退した。グループがトリを務めるのは、スマップ以来2組目だが、赤組かつ男女混成グループバンドでは初めて。また、トップバッターとトリの双方を経験したグループも、スマップ以来2組目で赤組かつ男女混成グループでは初めて。北島は、通算12回目の白組トリ並びに、通算10回目の大トリ。大トリ10回担当は、美空ひばり以来2人目で、白組歌手では、史上初。正式発表前に各種メディアが挙げていた鳥の候補は次の通り。Dreams Come True のメンバーである中村正人はサンケイスポーツでDreams Come True の赤組取り起用決定がリークされた当日同グループの公式ブログで、まだ曲順が正式決定はしていない状況である、旨の発言を行った。その他、東京スポーツが、ジャニーズ事務所の担当者が番組側にスマップの大トリを強く迫ったが、結局実現に至らず。その原因は、事務所内の内紛と語る、放送関係者のコメントを掲載している。今回の北島を最後に、正規の白組鳥及び大鳥への演歌歌手の起用は行われていない。上記の出場歌手を参照。第60回という節目だったことから、様々な番組が編成された。平均視聴率は、関東地区で前半が 37.1%、後半が 40.8% だった。前半は前回を上回ったが、後半は 40% 台を維持したものの前回を下回った。後半は2009年の年間視聴率で、プロボクシング WBC 世界フライ級タイトルマッチ、内藤大輔、亀田興毅の 43.1% に次ぐ第2位となった。瞬間最高視聴率は、Dreams Come Trueの 50.1% だった以来の歌手別最高視聴率。ありがとうございます。